あ、またある。次に何？ラナ何？ラナなんですかそれ？ラナ。イメージチェンジ。何？何それ？イメチェン？イメチェンできんの？はい。イメージチェンジを入手します。イメチェンを覚えた。自分の外見を変えられる特技。冒険中気分を変えられる。おお。それもうちょっと早くさ。早く欲しいよねこういうのって。ああなるほどね。ああなるほど、これはいいわ別に。これはいいわ、このままでいいわ。この姿に相手は誇りを持っているから、うん、もっとさ、なんかアバターみたいにさ、着ぐるみを着せれたり、それこそ服をさめっちゃ変えられたりさ、できればな、できればさ、いいのにね、うん、イルカの時はいっぱい服あったもんね、着せ替えが楽しかった。これなんだったっけ、これ何やったっけ、これいたよねこいつ、何やったっけこの子。まずはこう上から眺めさせていただく。何やったかなこいつ、スライム。あーはーはー、範囲に入っちゃった。こいつめっちゃ強かったよね。これは珍しいけど、エテが知ってるのと色が違うんだけど。わらわのもとに人間が訪れるとは、またもやこのホアカリの命の光、星のかけらを奪いに来たのかや。よいよい、わらわたちは不滅じゃ、奪われたところでまた蘇る。なれど、ただでくれてやるほどには、空の神が命安くはないつもりぞえ。はい。急に。メタル系か。空の神ホアカリ。メタル系だよね。多分ハードメタルボディだろうね。ギガボにハードメタルボディに。で、あらゆる耐性を持ち。ただ、こいつは HP は、今までの2人よりは低いと見た。で、下げてくるのは攻撃でしょう。チェンジだ。もちろん波紋も使ってくるだろうからね。はい、バイシオン、バギマータ。オッケーオッケー。あら、魔法通んのか。 A は低いな。わあ、いいねいいね、カウンター、いいねいいね。700の3、3421、210じゃない、2100。で波紋使ってこなかったんで、バイシオン重ね掛け、道具雫、はい、抜かりなき、強いよ。うん、これ一番余裕なんじゃないかこいつ。トルネード、あ、痛いな、トルネード痛い。やっぱ攻撃下げるよね。うん、で波紋も使ってくると。なんで初ターンは使ってこなかったんだろう。ここでそれしてくるか。ま、バイションやめないよ。で、回復したいんだけれども、腐った死体すまん、犠牲になってくれお前は。ファイルハンマー、うわー、いてー。それは大丈夫。
ッケー。お、破門してこないな、これ破門してこないパターン。あー、ふつわっとしてんか。じゃあメタル、敵に出して、道具じゃない、命令ベホイミ。道具はいい。てかライドしてるよな、オッケーオッケー。いけ、バイケルミン使った方が良かったかも。攻撃力が下がっている。これじゃダメージ入んないよな。けど破門されるか。うわ、テンションも下げられる。テンション元通り。何歩いくだろう。カウンター、うーん、低いなー。アンカーだと。おーおー、いいいい。アンカーはもう安定感あるわ、ほんと。バイキルミン使っていきます。マテリアルバーン、暴走期間、マテバに暴走期間がその連発したらもうそれは鬼、それはもうチュネーだわ。だからマテバをうまいこと操作できれば超強いね。うん、でまれにハイテンションマテリアルバーン、暴走期間で一気に100とかになっちゃうんじゃない。約束じゃ、我々の命の光持って生き保れ。おじゃる丸みたいだね、話し方。はい、これで最後の一つゲットいたしました。あっさりだったね。これでもう レナーテは復活の儀式は整ったのかな。スターピース、星空のスターピース、うん、帰りましょう。てかこっからさ、こっからルーラーで常識ね。こっからルーラーできないのは常識だから、もう RTA 勢では常識。で戻ってるら、これで、いやまだまだだろうな、さらなる何神おるだろうな、この三人をまとめる神みたいな。そういえばアンセスとバーデーが、バーデーの、出会いは空のスターピースがきっかけなのよね。火明かりと戦うため空中ライドで生きる相棒をアンセスは求め、バーデーを選んだ。まあそこで人騒動あったんだけどね。昔のバーデーはコアモテだったから。アンセスの相棒になってからは随分丸くなったのよ、バーデー。男が男に惚れ込むっていうの、私にはちょっとわかんない感覚だけどね。ホモーだな、こいつ。ホモーだったのか、アンセスは。あの二人の大活躍によって、空のスターピースも入手できたってわけよ。アンセス野獣先輩説だな。揃いました。オッケー、問題なし。空のスターピースの組み込み完了よ。荒ぶってる。なんか目に悪そう、なんかすごくすごくなんか目に悪そう。うまくいってる。新しいスターシードの完成よ。これでレナーテを助け出せる。あの子を助けるのはこれで2回目だわ。多分覚えてないでしょうけど、レナーテを見つけたのってあんただったのよ。見つけた時あの子は記憶を失っていた。マザーから切り離されたショックでね。うん、
自分が誰なのかさえ忘れていた。でもやがて彼女は思い出した。マザーはマザーを正常化するという自分の使命をね。それを知った時から私たちレジスタンスの戦いは始まったのよ。思い出話はまた今度にしましょう。まずはレナーテを助けないとね。コアであの子が待っているわ。現地で合流するわよ、エテ。ウィス。ちょっと待って待って待って。いやーやっぱおかしいわこいつ。アロマこいつ絶対あれだわ。これダメなやつだこれ。今のだって完全にさ、完全にその侵食されてたやつの色してたじゃん今。こいつ絶対これお前やばいやつだろお前。アロマの太もも越しのエテ、この破れ、これがこの破れ目がなんかなんかの伏線になってんだよ。これが怪しいな。95で。完璧の位置じゃない？これ。これ完璧の位置見つけたでしょ、これ。これもう、これ。何この技術。何この技術。自分でもびっくりだもん、恐ろしい。かわいい。一旦区切るか、ここで。一旦区切ろう、ここ。ちょっとキャプチャーしようか、キャプチャー。スクリーンショットしとかなきゃ、ここは。うん、じゃあ次、とりあえず、一回、戻るかな。一回戻ってから、わちゃわちゃして、で、コア行こうか。うん、で、コア行ったら、多分スターピースが、なんか暴走するんだろうな。なんかスターピース復活？なんだろう、コアを復活っていうか、その悪い方に復活させようとしてんじゃないかなと思いますね。そんな気がします。はい、まあ次行ってみましょう。はい、では、ご視聴ありがとうございました。